光市牛間の住民は24人で、そのうち23人が65歳以上の高齢者です。火災が起きたときに被害を最小限にする対策が課題です。訓練には光地区消防組合消防本部や徳山海上保安部などから28人が参加しました。島で建物火災が発生し、森林に火が燃え移ったという想定です。まず島の消防団6人がバケツリレーで初期消火に当たります。応援の消防団員を乗せた海上保安庁の船が到着しました。ここからさらに本格的な消火活動が行われます。応援に駆けつけた消防団員らは、海から水を引いて消火に当たりました。同時に住民の安全を確保するなど、火災があった時の手順を確認しました。この牛間は高齢者ばかりなもんですから、やっぱり初期消火が今日のようにバケツリレーとか初期消火が一番大事だと思います。島民には機能別消防団員さんがいらっしゃいますので、日頃から火災予防を広報していただきながら、安全安心に努めていただけたらと思っております。光地区消防組合消防本部では、今後も訓練を実施し、いざという時に備えていきたいとしています。